ねえ、なんで逃げるんですか？何事に関しても、やられたらやり返されると思った方がいいですよ。僕の弱いところを知られたからには、君のこともしっかりと知っておかなくちゃ、僕の気が済まないんですよね。ねえ、君は僕が負けず嫌いってこと、知らなかったんですか？僕は君の弱いところを見つけるまで、絶対にやめてあげないですからね。嫌だって。君ばっかりずるいじゃないですか。ほら、逃げないで。こっちおいで。捕まえたっと。さて、どこから調べていきましょうか。指？ここじゃないか。あとはこの辺？違う。我慢してないですか？止めなくていいんですか？それともやめてほしくないとか。君が大きな声を出すからですよ。ほら、次はちゃんと声。我慢してくださいね。おせえ、何時だと思ってんだ。人にでも押し付けてさっさと帰ってこいよ。まあいいや、早く帰れよ。寒いだろ。さっきちょうど出前来たばっかだから食えよ。飯まだだろ。ほら。よくやってられるよな、社畜なんてさ。いや、俺はそういうの無理だからさ。ほんとよくやってると思うわ。は？褒めてるわけじゃねえし。もう言わねえよ。はぁ、あ、しゃあねえな。はいはい。えらいえらい。よく頑張りました。お疲れ様でした。これで満足か。ふん。なんで俺がこんなこと。は？はぁ、あ、風呂？たくしょうがねえな。